私たちの暮らしを大きく変えた新型コロナウイルスをめぐる動きを振り返ります。原因不明のウイルス性肺炎の発生源とされた中国武漢市の海鮮市場が閉鎖されたのは1月1日のこと。後に新型コロナウイルスであることが判明するこのウイルスはこの時すでに拡散されていました。現地で足止め食らってる状態だったんですね。県内企業の社員なども都市封鎖された中国武漢市に一時閉じ込められる事態に。10名の方から新型コロナウイルス陽性反応が出たとのことです。国内でも感染は広がり、横浜港に寄港したクルーズ船では集団感染も発生。県内から派遣され対応に当たった看護師が直面したのは、熱もそこまで出てないけども陽性って人も中にはいるので、症状が特定できないなっていうのは思いましたね。この未知のウイルスとの戦いは県内でも始まります。新潟市内1例目となる感染者が確認されましたのでお知らせします。この頃政府は小中学校高校の春休みまでの臨時休校を要請。子どもたちがこう休みの間にできるような課題を考えて直接渡すことができなかったので。困りますよね。給食も出ないから、いつも作らないお弁当まで作らなきゃいけないので。そして感染拡大を防ぐために日常生活でも様々な変化を求められました。やりづらいですね。会話とかもしづらくなるんで。しかし感染の拡大は続き、4月16日には全都道府県を緊急事態措置の対象とすることといたしました。ゴールデンウィーク期間も含め政府は人との接触機会を最低7割減らすよう求めたのです。昨日の緊急事態宣言を受けて5月6日まで、営業自粛を行うことになりました。さらにこの1週間後には事業者の皆様に対しまして休業の要請を行うこととしたいと思います。休業要請の対象となった施設は対応に追われることに。グランドボール黒崎は今日から営業を中止しています。お客さんの姿はありません。静かなレーンです。自動車学校も休校を余儀なくされ、本日からの教習の方がごめんなさい、できない形になってるんですけれども。時短営業を求められた飲食業界からも悲鳴の声が。受け止めるっていうか、もう涙しか出ないっていう感じですかね。さまざまな分野に大きなダメージを与えながら第一波が通り過ぎ、緊急事態宣言が解除された頃、各家庭に届けられたアベノマスク。小さいねマスクの手放せない不安な日々が続く中、話題となったのは、自分の姿を描いて人に見せれば疫病が収まると伝えた妖怪アマビエでした。ありました。こちらにあるのが安田瓦で作られたアマビエ様です。瓦やお菓子など様々な形に姿を変え現れたアマビエ様に早期収束の願いが託されました。妖怪頼みだけでなく、新しい生活様式の徹底が求められた今年、テレワークなど働き方にも大きな変化が生まれました。慣れましたね。ほとんど毎日。あ、便利ですよね。働く場所が大都市でなければいけない理由もなくなり、地方も選択肢の一つに。なんかあれこれよく考えたら別にどこに住んでてもいいなっていうのを思って。 U ターンしたのは6月の5日ですね。感染が比較的落ち着いた7月には経済の再生を急ぐ政府が GoTo トラベルキャンペーンをスタート。お客様から問い合わせを受けても明確な回答ができないという状況で、お問い合わせもいただくんですけども、なかなか正確な案内ができないというところが正直なところですね。
見切り発車で始まったキャンペーンの利用者は徐々に増えていきますが、お盆休みを前に県内では感染拡大の第2波が到来します。注意報という形で、多くの県民の皆さんに注意事項を考えていただいて、行動をしていただきたい。県独自の注意報が発表される中、感染をする可能性もあるかもしれないと、その意識を持った中でですね、今年の盆を過ごしていただく必要があるな。ゴールデンウィークに続き我慢を求められるお盆休みとなりました。家で過ごしましたね。子供たちも遠くにいるもんで帰ってこれなくて、こうした我慢の時を経て9月に県独自の注意報は解除。この頃菅政権が誕生し、新型コロナウイルスへの対応を託されることに。ここで重視したのはやはり経済の再生でした。初日の朝から買い求める方が列を作っています。10月には GoTo イートキャンペーンがスタート。今日からということで、それの利用券を早速使いに来ました。観光業界に続き疲弊する飲食業界の支援に乗り出しました。しかし冬が近づくにつれ押し寄せてきたのは第1波第2波を大きく上回る波。これはクラスターだというふうに認識しています。介護施設などでクラスターが発生、他の介護施設にも緊張が走りました。移りますよ、はい、せーの。もしうちの法人に入ってきたらっていうことを考えると本当に怖いですけどもね。その後も県内ではクラスターが相次いで発生、全国でも感染が急増する中、 GoTo トラベルを全国一斉に一時停止することとします。この政府の方針転換に呼応するかのように県も警報を発令します。3週間をここを徹底して慎重な行動をお願いすることで、新潟県の今の感染状況であれば、抑え込めると、乗り越えられるという判断です。1月6日までの期間を勝負の3週間と位置づけた花角知事。県民はゴールデンウィーク、お盆休みに続き我慢の年末年始を迎えることに。一刻も早い新型コロナウイルスの収束が待たれます。